ポチッとな。はい、こんにちは、マイクです。今日はですね、釣りに来てます。なかなかですね、釣れないので、今回もですね、この時間を利用してですね、動画を上げさせていただきます。それではですね、ご視聴くださいませ。私のリーフがですね、もう春、この春で、ね、丸5年を迎えます。そして、乗り続けることにしました。その理由はですね、この間前回のですね、動画でご説明させていただいていますけども、この車にですね、今更になってですね、興味が湧いてきた、新たな興味が湧いてきたってことですね。電気自動車は皆さんご承知の通り、バッテリーだけで動いてますので、そのバッテリーがですね、劣化してきますと、満タンに充電したとしても新車の時の走行距離に比べればどんどん少なくなってくるわけです。それはもう避けられない、現状があります。でですね、丸5年でですね、車の寿命を迎えてしまうということであるとすればですね、非常にもったいない話でですね、車としてはですね、まだまだ5年どころか10年どころか15年どころか、ね、消耗品さえの交換をしていけばですね、20年ぐらいは軽く乗れるんじゃないかな、今の車はだいたいそのぐらい耐久性があると思いますので、新車時のですね、性能とかそういったものはですね、やっぱり望めないのですけども、車ボディ単体としてはですね、車種も含めて寿命、5年で寿命が来るなんていうことはさらさらないわけでですね、あとバッテリーの問題だけってことになりますので、そのあたりですね、人柱としてですね、YouTube の方の動画 でですね、どういうふうなふうになっていくのかっていうことをですね、いろいろ検証してみたりしたくなりました。そのために、新しく買い替えるのではなく、今の車をですね、乗り続けるっていうことにしました。やっぱりですね、電気自動車はいいところはあります。もちろんですね、メリットありますから、その分同じぐらいの大きなデメリットもあります。これもどんな車にでも言えることだと思います。一番私がいいなと思ったのは、やっぱりですね、車からガスの排ガスの匂いがしないということですね。これはもうガソリン車とかディーゼル車はもう当然マフラーの付近からですね、直接マフラーからですけども、排気がガスが出ますよね。それと同時に音も出ますよね、エンジンの音のね、とかあとマフラーから出るブロブロロロっていう音ですね。そういったような音、そういったものがしないので、匂いと音に関してはかなりですね、アドバンテージがあってクリーンな車になってると思います。それ以外にもですね、同じような車格の車に比べてですね、同じような形の、車に比べてですね、非常に加速がいいということですね。やっぱりガソリン車やディーゼル車なんかで加速を良くするにはですね、やっぱり大排気量と、もしくはそれからターボですね、スーパーチャージャーなど、その下級機をつけたりして、それでですね、走行性能を上げていると思いますけども、電気自動車のはですね、ラジコンみたいな感じでですね、もうアクセルがスイッチみたいな感じですね、それをシュッと踏めばですね、ウィーンと瞬く間にですね、最大トルクを発生してくれるので、そんなに過激ではないですけども、
加速がいいっていうふうに皆さんおっしゃると思います、ね。まあ、そんなところでですね、いいところもあるんですけども、あと悪いところはですね、まあ、やっぱりバッテリーのみで動いてます。なのでバッテリーが減ってくると、まあ、ガソリンならガソリンが減ってくると、ガソリン車ならガソリンが減ってくると同じことなんですけども、まあ、バッテリーも減ってきますので、それがですね、実は、まあ、他の YouTuber の方たちもおっしゃってますし、いろんな記事も読んでらっしゃって、まあ、いろんな方からね、耳にしてるかもしれないですけども、やはりですね、上り坂と、それからアクセルを踏み込んでいるときですね、軽くアクセル乗せてるとき、巡航してるときはいいですけども、アクセルを踏み込んで、タコメーターみたいな表示が、旧型リーフにありまして、それが、まあ、丸い玉みたいなのがですね、いくつかこう、ついたり、いくつかついたりして、増えてったり減ってったりするんですけども、それ、そのですね、加速してる時の、タコメーターみたいなものがですね、増えていく、玉が増えていくと、そういう状態で走り続けているとですね、見るうちにですね、航続可能距離っていうのが表示されてるんですけど、その数字がどんどん減ってくるということです。実際の走行距離よりも、はるかにこう違うっていうですね、何倍ものですね、距離が減っていくということですね。だから精神的に、ちょっとこれは、自分でコントロールが必要でですね、精神的にちょっと、へこむときがあります。まあ、そういうことでですね、まあ、悪いところもありますし、それとですね、充電の待ち時間が発生しちゃった場合ですね、それもですね、かなりそのドライブのその工程の中での時間的なロスということもあります。まあそういうバッテリーの、なんていうんですかね、デメリットっていうか、そういうところがですね、もろに、この電気自動車では、発生してしまいます。それとですね、あと下取りが悪いですね。もう本当にですね、もう登録して1年ぐらい経つのかな、1年ぐらい経ったものをですね、走行距離もですね、少なめのものですね、もうたちまちですね、そうですね、まあ極端な言い方すると3分の2ぐらいになってしまって、新車が400万で買えるのを中古車が1年落ちぐらいが250万ぐらいでもうザラッと出てます、ね。で当然ですね、5年も経ちますと本当に何十万と、で下手すればですね、ノートとか、価格帯的にも多分100万から150万ぐらい高いと思うんですけども、そんなに変わらない下取りになってしまう。もううちのリーフはですね、54万9000円ってもう最初から決まってますので、5年経って54万9000円の価値しかありません。買った時はですね、まあ、400万近かったと思うんですけども、それだけですね、値落ちが激しいということでですね、まあ、リセールバリューのことを考えるとですね、なかなかこう、購入に踏み切れないですかね。コストだけで考えるとですね、もうプリウスとかの方が100万以上安く買えますし、多分倍ぐらいの査定価格ぐらいになるのかな、ちょっと分かりませんけども、かなり条件はね、いいと思います、ね。なのでいくら電気自動車で電気代だからってことでガソリン車よりも安いと、コストが安いと言われてますけども、実際にプラスマイナスってかで考えますとですね、よっぽどの距離を走らない限り、なかなかですね、今のハイブリッドの
燃費のいい車にね、あのコストで対抗するってことはなかなか難しいのかなっていうような感じがしています。現に自分の使い方はですね、今8万7千キロになりましたけども、あのやっぱりあの元は取れてないような気がします。まあそれはそれ承知で買っていますので、あのもうあの仕方がありませんけども、まあそんな感じでですね、あの利益のねデメリットっていうのはまあありますね。でそれでですね、あの次期リーフですね、次にモデルチェンジするときにぜひぜひですね、リーサーさんにお願いしたい部分がですね3つございます。今も現行の62キロ のバッテリーを搭載している E プラスっていうのがありますけども、それを最低グレードにしてほしいです。今の価格帯と同価格帯で最低グレードでそのバッテリーを積んでほしいです。でなんとかですね、なんとか90キロバッテリーぐらいをですね、あの新しい E プラスとしてですね、あの発売してくれればなと思いますね。それが一つ目ですね、バッテリーを大きくしてほしいということですね。でその次ですね、あのお願いしたいのは普通充電のですね、あの充電器があるんですけど、内蔵の車載用の充電器があるんですけども、それがですね今 3kW が標準で、 E プラスとそれからオプションで 6kW の、充電器がオプションであると思うんですね。11万円ぐらいするのかな、ちょっと正確のことちょっと分かりませんけども、そのぐらいのオプションなんですけども、それを 6kW と言わずにですね9kW とか12kW のですね充電器を搭載してほしいです。それは全車標準装備にしてほしいと思います。なぜならばですね、あの普通の 200V 電源でですね、あの充電をしますよね。そうすると皆さんの お宅で充電したりですね、その出先のですね普通充電器を使った場合ですね、3キロとか6キロとかだともう1時間やってもですね、やっぱり10キロ20キロの世界なんですよね。あのそのぐらいしかあのと伸びませんね。E プラスの方が若干いい条件が出るのかもしれないんですけども、やっぱりそれはやっぱり1年新車の時だからかもしれないので、5年経ってしまうとまあどうなんでしょうね。やっぱりその分の量だけ減った分の 量だけあの充電されないと思いますので、まあ、やっぱり家庭用のですね 200V の充電器でやる場合にですね、車載用の車載されている充電器はやっぱり 12kW とか、まあ、最低でも 9kW ぐらいないとですね一晩で満タンにすることが不可能ですね。せっかくあの大容量のバッテリー積んでてもですね、あの夜まで朝出てって夜1日走りますよね。走ってあの航続距離がもう 20% とか 10% とか、もうそれだけ減ったとしますよね。それで次の日また同じようにですね車を強く使おうとすると、一晩、まあ、約まあ8、まあ、目安として8時間ぐらいですね、8時間ぐらいでまた満タンになってくれてないと困りますよね。なので、まあ、そういったことも含めてですね、の充電容量がですね、あの時間あたりの充電容量が増えるようにですね、車載用のバッテリー、車載用のですね、充電器もですね、あのグレードアップしていただきたいなと思います。あと、最後にですね、あの次期日産リーフに願いたいことはですね、定格 1500W のですね、あの家庭用電源が使える 1500W の、 あの出力ができるソケットを搭載してほしいと思ってます。
まあ、これはですね、車中泊やる人たちだけではなくて、日中にアウトドアで車の近くでテント張ったりする時にですね、そこのテントのリーフからですね、1500ワットの電源が取れればですね、まあ変な話、電子レンジとかでも使えたりしますよね。電気釜とかね、もう本当に家庭で使ってるそのままの調理器とかが使えたりしますので、それはそれでですね、便利なんじゃないかなと思いますし、火を使わずにですね調理できるっていうのもちょっと魅力的なところもあります。そんな感じですね、3つほどですね、新しいリーフに搭載していただければななんて思います。そんなところで今回はですね、これにて失礼させていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネル登録の方もポチッとしていただければすごく嬉しいです。どうもよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら。マイクでした。